上杉四天王とは、上杉謙信を補佐した知遊兼備の4人の名将を紹介。戦国時代最強の武将として必ず名前が出てくる上杉謙信。しかし名将の陰に名将を補佐する優秀な側近がいるのが世の常です。そこで今回は上杉謙信を支えた上杉四天王について解説しましょう。上杉謙信最強四天王。上杉謙信を支えた上杉四天王は以下のメンバーです。柿崎景家、合戦最強、直江景綱、外交と補給最強、宇佐美貞光、実在するか不明最強、天かす影持ち、しんがり最強。以上の4人が上杉四天王と呼ばれています。上杉謙信家臣25将。上杉謙信には四天王以外にも上杉25将が存在します。それは以下の25名です。長尾正景、上杉景勝の父、長尾景明不明、宇佐美貞行、上杉四天王、新津義門、新津城主、金津義元。家柄が長尾氏より古く尊重された。北条長国、謙信に謀反して許され活躍。色部長真、七手組大将の色部勝長の子。本庄義秀、美作の神、82歳ご長寿。本庄重長、七手組大将、父房長の敵を討った勇者。天かす清長、白石城代2万石知行。杉原親則、慶長出羽合戦で前田慶次と対局戦を戦う。斎藤智信、文武両道、越後の正気。安田純益、片足不自由なのに大阪の陣で活躍。高梨頼兼、信玄と戦い中之条奪還に生涯をかける。柿崎景家、七手組大将、上杉四天王。千坂清風、不明。直江実綱、上杉四天王。竹俣頼綱、七手組大将、竹俣清綱の孫。魚津城の戦いで織田軍相手に戦死。岩井憲俊、不明。中条藤助、七手組大将、謙信が生涯感謝した上杉家中筆頭。山本寺高長、竹俣頼綱と共に魚津城で戦死。吉江貞中、不明。志田義明、最上相手に奮戦、幕府に二度も蟄居を命じられた。小国頼久、源頼光の末裔、謙信に従い小国氏を再興。梶春綱、七手組大将、長尾為景と謙信二代に仕える。経歴が不明な人もいますが、なかなか豪華なメンツですね。武田四天王、上杉四天王。上杉謙信のライバルであった武田信玄にも武田四天王がいます。馬場信房、春日虎綱、内藤正豊、山形正景。この4人はいずれも川中島の戦いに従軍し、上杉軍と名勝負を演じましたが、馬場信房、内藤正豊、山形正景はいずれも長篠の戦いで鉄砲に倒れ、武田勝頼の時代まで生き残ったのは春日虎綱のみでした。また武田四天王は百姓出身の春日虎綱、家臣の次男以下の馬場信房、内藤正豊は譜代家臣の次男以下、山形正景は身分が低い海州の出身と多彩です。上杉四天王、直江景綱。直江景綱は有名な直江景綱が婿養子に入った家です。景綱は謙信の父、長尾為景からも信頼を寄せられた名将で、内政と外交を任されています。1556年、癇癪を起こした謙信が越後を飛び出すと、権力が空白になった越後で景綱は奉公職として内政を任されていました。では内政と外交だけの弱虫ペダルかというと、そうではなく、川中島の戦いでは足が遅く弱い小仁田隊を率いて、謙信の嫡男である武田義信を敗走させる力を見せました。上杉四天王、柿崎景家。柿崎景家は武力も分別もある名将として称えられ、勇猛果敢でした。第4次川中島の戦いでは信玄の啄木戦法を見破り、西条山を降りて八幡原に陣を敷く信玄本陣に奇襲をかけ、壊滅寸前に追い込んでいます。その強さから柿崎の名前を聞いただけで逃げ出す敵兵がいたと言われています。
また上杉謙信が若い頃に敵長の娘と結婚しようとした時、景家が説得して諦めさせ、それ以後謙信は独身を貫いたという話もあります。武勇だけでなく北条家と同盟を結んだり、伊達家との養子縁組の交渉役を務めるなど、ただ強いだけではない名将です。上杉四天王宇佐美貞光。宇佐美貞光は宇佐美貞行とも呼ばれ、上杉謙信の軍師と言われています。主な検索は永禄4年1561年の小田原攻めで謙信に対し早朝の撤退を進言したり、第4次川中島では武田の軍師山本勘助の編み出した啄木戦法を見破り、静かに西条山を降りて信玄が本陣を移動した八幡原を奇襲するように進言したなどです。ただ彼の逸話は江戸時代の軍学者で子孫にあたる宇佐美貞行が越後流軍学を編み出した時、自説に箔をつけるため軍師宇佐美貞光を創作した可能性もあります。上杉四天王天かす影餅。天かす影餅はもともと謙信の家来ではなく、甲斐と信濃の山奥に住んでいたところを謙信にスカウトされたそうです。本当なら三国志演義の諸葛孔明みたいですが、ほとんど資料がない伝説的な人物です。第4次川中島の戦いでは信玄の本陣に突撃した謙信に命じられて、しんがりを任され西条山から降りてくる馬場信房と春日虎綱の軍勢の猛攻を獅子奮陣の働きで食い止めたと言われています。しんがりというのは軍勢の最後尾で退却するときには最も攻撃を受けますが、地軍を壊滅させないために退くことも許されない厳しいポジションです。責任重大かつ割に合わないポジションなので、各軍とも誠実で責任感があり、武勇抜群の部下に任せていました。天かすのあまりの強さから武田勢は謙信自らしんがりを務めていると勘違いしたそうです。謙信が死去すると上杉景勝に仕え、関ヶ原の戦いを乗り越え米沢で最後を迎えました。日本史ライター川嘘の独り言。今回は上杉謙信の最強を支えた上杉四天王について解説しました。軍神謙信の陰に隠れて目立たない上杉四天王ですが、その実質は武田四天王に勝るとも劣らないと言えるでしょう。